ジュビレアムスカルテ1918グルーバー自筆清この夜とは有名なクリスマスキャロルの一つ原始のシキレナハとはヨゼフ・モールによってドイツ語で書かれフランツクサーバー・グルーバーによって作曲されたこの曲の英語曲題がサイレント・ナイトであり日本語曲題がシこの夜である1818 18年12月25日に オーストリアのオーベルンドルフの聖ニコラウス協会で、荘演された。この歌にまつわる逸話として、クリスマスイブの前日、教会のオルガンが発音できない状態になった。そして、クリスマスに歌う賛美歌の伴奏ができなくなり、急遽ヨゼフは、シュティレナハとの詩を書き上げ、グルーバーに、この詩に、ギターで伴奏できる、賛美歌を作曲してくれるように依頼を行った。グルーバーは、 最初、教会でギターを弾いても誰も気に入らないのではないか、と懸念していたが、ヨゼフの説得もあって死に曲をつけることを了承した。グルーバーは、一晩中懸命に考え続け、ついにこの曲を完成させた。曲が完成したのは、教会でミサが始まる、わずか数時間前のことであったという逸話があるが、近年の研究では、 数年前にヨゼフは死を完成させていたという説が有力である。しかし、グルーバーが短期間で作曲したのは正しいと推測されている。1988年に制作された西ドイツの映画マグダレーナ、清子の夜誕生秘話は、上記の出来事をベースにし、神父と娼婦の禁じられた恋というフィクションが加えられたものである。 なお、現在一般的に歌われているメロディーは、クルーバーの自筆譜と相違がある。ウィーン少年合唱団のレコードの中には、クルーバーの剣譜通りのものがある。1993年には、アメリカの音楽プロデューサー、マイク・スパラが、猫の鳴き声をサンプリングした音源と自身の演奏を、用いて、清この夜の歌を作り上げ、アルバム、マヨーウィークリスマスの、 リードトラックとして発売された。日本版は1994年に発売された。日本では猫のひじりしこの夜の放題でシングルカットもされ、1994年12月5日付のオリコン洋楽シングルチャートで7位にランクインされた。清子この夜の歌詞一番だけをドイツ語原詞、最もよく歌われていると思われる英語歌詞、日本語歌詞を示す。ドイツ語原詞にも 吉木康氏の日本語訳詞にも、現代では難しいと感じる言葉が使われているので、それを修正した歌詞も存在する。清子の夜に始まる日本語の歌詞は吉木康氏による。初めて収録されたのは1909年の賛美歌第2編である。1961年には小学校6年生の音楽の教科書に採用され、1988年まで、 掲載されていた。近年では中学校などで英語教育も兼ねて英語の歌詞で歌われている。なお、日本のカトリック教会においては別役にてカトリック聖歌集111番の静きとして親しまれている。著名な歌手が歌った清子の夜も存在する。日本の歌手ではザピーナッツが1960年頃に聖子この夜という題名でレコードをリリースしていた。 この曲はザ・ピーナッツ・メモリーズ・ボックスに収録されている。また、TBS が毎年クリスマスの時期に放送している音楽番組、クリスマスの約束では2009年に番組ホスト役の小田和正、ゲストの大橋拓也、根本要、吉岡清恵の4人によるアカペラで披露。2011年から番組のオープニングテーマとして使用されているが、2016年の 放送では小田、スキマスイッチ、根本、水野義樹、和田翔、松高子、樹頭により、新たに収録し直している。AB、猫なでごえ聞くクリスマス猫が歌う CD ヒット、日経流通新聞1994年12月10日付、11ページ。大人のための教科書の歌251ページ。ありがとうございます。